ったりしすぎてレズ風俗に行きましたレポ、星4。コミュ障でリストカットがやめられない内向的な人族のメス、漫画を描く以外の気力が出ない、続けられないという人族のメスが現代社会の生きづらさ寂しさのあまりに癒しを求めてレズ風俗を買うというレポ漫画。この漫画のディモールとベネな部分は自分がどうしてこうも不器用なのか、どうして自分は現代社会で息苦しい思いをしているのかという部分を今節丁寧に、隔束なく正直に説明しており、読者の共感を得ることに成功しております。ちゃんと自分がどう思うかというのをストレートに表現できているのぜ。だから読んでてリアリティがあるから面白いのぜ。この漫画はレズ風俗を買った後の前日の湧くてかしすぎて寝れないとか、変な匂いがしたら嫌だということで事前に入念に脱毛するとかそういう描写がとても面白く描けております。また、唯一続けられたのがパン屋さんのバイトだということでパン屋さんのバイトの面接に行った時のエピソードがハートフルすぎてあんこを濡らしました。自分が正直に面接官に説明したから面接官も正直に答えてくれて、しかも最後に幻聴だけどグッて音が聞こえたって部分はあんこ温まるとてもいいエピソードなのぜ。人族というのは柔軟で非常に適応力の高い生物なのですが現代社会は思い込みをインストールして社会全体の QOL を高めようとします。そういった部分の弊害をこういった不器用な人族が被るのが現代社会の脆弱性の一つだと言えます。めちゃんこ面白いからぜひとも読んでほしい漫画なのぜ。